皆さんこんにちは。カフェテラスレンガ料理長の樫倉です。当店はサンロード鹿島の2階にあるレンガ作りのカフェレストランです。当店の売りは種類豊富なベルギービールです。そんな当店のおすすめランチは常陸牛の炙り丼です。茨城のブランド牛常陸牛のもも肉をスライスし、さっと表面を炙り、ご飯の上にのせました。そして数種類の野菜から作った自家製の和風ソースをかけて完成です。上質なもも肉のうまみ、タレと肉汁が染みたご飯、もう箸が止まらなくなります。この他にもパスタやドリアなどもございますので、ベルギービールとともにお楽しみください。6月になりますとレンガではテラス席を開放し、ビアガーデンやバーベキューもできるようになり、それぞれのお客様に合った空間になります。鹿島市にお越しの際はレンガで美味しい料理とベルギービールをお楽しみください。お待ちしております。今日は常陸牛の炙り丼ですね。これ美味しいですね。もう とろけそうな僕も常陸牛の炙り丼今日食べてます。他の、まあ、普段は、まあ、カレーとかも食べてますね。カレーもすごく美味しいです。あとここは定期的にいろいろ音楽イベントをやる方がいまして、本当にこう楽しく使わせてもらってます。結構な頻度で来てます。はい、皆さんどうですか？僕は月2回くらいです。今日は常陸牛の炙り丼をいただきました。美味しいです。お肉が柔らかいです。僕は炙り丼と今パスタを2食目で大きい声で美味しいです。